輪島市では今日からボランティアの受け入れが始まり、県内外からおよそ40人が訪れました。金沢市からバスでおよそ4時間かけ輪島市に到着すると、被災の状況などについて説明を受けた後、5つの班に分かれ活動先に向かいました。今日どちらから来られた？岐阜県から来ました。いても立ってもいれなくて、はい、なんとか役に立てればと思って来ました。いやもう本当に大変な思いしていると思いますので、一日も早い復興を本当に願っております。ちょっと地元が石巻なんで、ぜひボランティアできればなと思ってきました。たくさん来ていただいたので、お手伝いできればなと思って。怪我のないようにだけ、ここだけは十分気をつけて活動していただきたいと思います。今日はどうぞよろしくお願いいたします。ボランティアは被災した家屋や旅館で災害廃棄物の運び出しや掃除を行ったほか、これまでに全国から届いた支援物資を小分けにし被災者に手渡しするなど、およそ3時間活動を行いました。あさってまでの3日間でおよそ120人のボランティアが輪島市で活動を行う予定です。